皆さん、こんにちは。すっかり秋ですね。そうですね、もう7月ももう半ば。はい、早いもんです、はい。フィンランドではね、もう初雪が降ってるところで、もう冬。はい。だそうです。ちょっと例年よりね、早い冬の訪れということで。はい、でこちらの方も関東の方はね、秩父とか、箱根がもう紅葉始まってまして、はい、この辺も徐々にね、はい、紅葉も里の方に降りてくるんじゃないかなという感じですね。そうですね、はいはい、でそんな中ね、今週も新着商品のね、ご紹介をさせていただきたいと思いますので、はい、最後までお付き合いいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらはメーカー不明でございますけれど、フィンランドで買ったものとということで、四方が縫製されておりまして、テーブルセンターから、ね、使ってて、柄はですね、これリンゴンベリー、コケモモですね。ジャムにもありますね、はい、いかにもなんか北欧らしいパターンでね、はい、ただちょっと残念なことにテーブルセンターとして使えてたんで、何箇所か薄い茶色っぽいシミがございますので、ね、はい、まあ、気になる方は気になりますけど、まあ、気にならないでお使いいただくことも可能かと思います。はい、はい、こんな感じです。はい、これちょっとなんか面白い形なんですけれども、脇坂克二さんの、1976年の作品でコリブリ、はい、もうヴィンテージですね。はい、ではちょっと集めるとしっかりして、そうね、残念ながらここは、ここは多分なんか作品制作に使われて、その残りの歯切れと、いう形ですね。ですね、でもね、耳こっちね、しっかり残ってますしね、はい、何か小物制作にお使いいただけたらと思います。はい、解剖、はい、解剖になります。はい、はい、でベースが紫ですかね、はい、はい、でグリーンのグリーン系の薄い濃いですね、渋い感じですね、はい、はい、で再販になりますけれども、廃盤でございます。はい、開けるとこれが始まります。はい、こちらはメーカー不明でございますけれど、フィンランドのものと。で何かカフェカーテンに使えたみたいなものを、はい、カットいたしました。はい、しかし下の方なんか袋状にこのぐらいの幅で、構成されていて、はい、なんかカフェカーテンにね。そうですね。はい、小物製作にね、おすすめです。はい、おすすめです。でブラウンで白、お花の白っぽいところは白ではなくて、なんとちょっとグリーンが入ったような、ね、うん、微妙な色合いなんで、うん、写真の方からご確認ください。はい、こうね、テーブルセンターへの加工もおすすめでございます。はい、はい、こちらは、マイアイソラの作品で、ナレ、ナンレですね、テディベアという意味なんですよね、テディベアとかゾウさんとかウサギさんとか、かわいいですね。かわいいんですよ。これとぼけた表情もね、ね、はい、で赤と黄色ですから、この秋冬にねぴったりする温かみがあるから、はい、なんかこれでミニトート作っても可愛いですね。あ、そうですね、それもいいですね。うん、はい、テーブルセンターね、いいし、お子さんのお部屋とかにもいいですよね。いいですね。はい、はい、こちらマリメッコでございます。ヌックマッティというパターンで、1982年ですね、うん、グレー系に葉っぱのところは落ち着いた紫の点描というんですかね、うんうん、で表現された、シンプルなパターンですね。これヴィンテージですね。ヴィンテージです。なんでしっかりしてますね、うん、それでも意味はなんか睡魔というのね、こうこうあ、雑用会社のいつもの得意のパターン、得意のやつですね。はい、でまあこれ見るとまあそうですね、落ち着くようなね、まあ、そういう意味合いだと思うんですけど、ね、カーテンとして使われてたみたいですので、お部屋に飾ったりとか、こういうふうにテーブルクロスとしても、はい、おすすめでございま す, す, す、はい、こちらはちょっと長いですね。長いですね。約230センチぐらいになります。はい、2メーター超えですね。うん、フィンレッスンのパターンですね。はい、
明るいマスタードに、同色系のなんかこうちょっと濃いめの葉っぱみたいなパターンでしょうかね。そうですね、はい、でこの続く3本のラインは、トーンを落としたグリーン系と、はい、でなんか秋冬らしい、らしいですね、冬枯れっぽいね、なんか雰囲気が捉えます。テーブルクロスとしてもね、ちょっとやってみましょうか。すごい落ち着いていいですね。はい、いいです。冬枯れね、はい、はい、はい、じゃあご存知のマリメッコのウニッコになります。ウニッコはとにかくもう元気になります ね、 ね、特にこの本当にベーシックなこの白に赤のウニッコはいいですね。お部屋に飾っても本当になんかこう華やかになりますし、テーブルを彩っても素敵ですね。多分なんか水通しされてないような ね、 感じですね、結構いいコンディションですね、はいはい、こちらは、フィンレンスンの、テーブルクロスでございます、はい、ちょっと前の、ね、ものみたいですけれども、おそらく未使用ではないかなというコンディションですね、うん、ブラウンにホワイト、それに赤とイエローの線が交差するチックネラと、はいはい、この赤のラインがポイントで可愛いなと思います。はいですね、はい、はいはい、こちらはですね、エリアヒルビンの、ルミマリア。ルミマリアとは、スノーベリー、雪いちごという意味で、実はこのカラーはクリスマス限定カラーでもう入るなと。奇跡的なクリスマスを前に奇跡的に入荷いたしました、はい、もう壁に飾っていただいてね、うん、その前にこうベリーの木をこう赤い実のついた 木を置いていただくだけでもうこう上品なクリスマスの演出になるかと思いますね、はい、私店長はもう心はクリスマスです。そうですか、はい、もちろんテーブルを飾っていただいても結構。これは、シンプル、多分ね、水通しされてないと思います、うん、はい、こちらは、メーカーは不明でございますけれども、グレーの濃淡のチックですね、はい、非常にシンプルな、はい、シンプルですから、なんか使いやすいですね。使いやすいですね、まあ、表地として使ってなんか小物製作もいいですし、はい、裏地にもね、なんか最適な最適ですパターンではないかなと思います、はい、テーブルの演出もね、意外とこうグレーのチェックですから、はい、白い食器がありますね。ありますね、はい、こちらはメーカー不明でございますけれども、シルッカシムというデザイナーさんの作品でございます、はい、フィンレンスンにもね、デザイン提供しているデザイナーさんなんですけども、少し 茶色の入ったグレーがベースで、あと同じ同色系の明るいお花と白いお花が連続する可愛いパターンですね。はい、小物製作ですね。製作もいいですね。はい、こういう感じで。ちょっとティークロス代わりにこうテーブルに添えていただいてもいいですね。はい、品がいいですね。はい。はい、でこちらはフィンレンスンの既製品ですね。タグがついておりますので、まあ、マルチマットとしてね、お使いいただければと。はい。かわいいですね。白黒で可愛いお花がね、はい、描いておりいます。で、はい、それの、これブルーのバージョンですね。はい、で元はこの4倍あった大きさのものを求めやすく4分の1にカットいたしました、はい、ですからこういった小物製作とかね、うん、いいですね、とかですね、あとこうテーブルセンターなんかもいいかと思います。はい、はい、こちらは、マリメッコ石本不二雄さんの、デザインのプラスと、はい、1972年、77年ですね、はい、作品でございます、トーンを落とした朱色ですかね、はい、に細い線が交差すると、はい、テーブル
ラナナカニですね。いいですね。はい。はい。これはボッコのあれですね。はい。パターンです。ちょベースは、ピンクで、ストライプはオレンジと。はい。実はですね、これプロダクト用で、ちょっとやや厚手のハンプみたいな生地で、これでマリメッコの方でクッションカバーを作ったものの端切れ出てまいりました。なかなかじゃ出会えない、はい、ですからクッションはできないですけど、ご自分でこんなちっちゃいミニクッションを作ったりとか、まあ、いろいろと小物制作で ね活用していただいてもいいです、小物制作にいいですね。いいですね、はい、おすすめです。はい、はい、これはマリア・イソラの作品でパンツですね。はい、グレーバージョンでございます。新婦の未使用と、はい、小物製作もこれもいいですね。そうです、この辺だけはちょっとね、こう切り抜いて小物製作もいいですね。はい、はい、はい、これ大人気ですね。はい、はい、メーカー不明でございますけれども、定番の小腹があると、はい、今回はブラウン、ブラウン、はい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 、こちら新婦の、プケッティベージュの歯切れですね、はい、でこれも小物製作におすすめです。はい、これも未使用新婦の、ミニユニコーンのブラックブラックですね、はい、これも小物製作におすすめです。はい、はい、じゃあ可愛いムーミンです。ムーミンですね、はい、水色のムーミン、はい、これも小物製作ですね。兄ちゃんもいます。はい。サンキングもいます。はい。はい。はい。ポッコの歯切れです。はい。はい。なんだっけ。ピナプトプルプト、パルプトピルプトの歯切れでございます。はい。小物製作にいいですね。はい、こちらムイヤの厚手ですね、はい、ハントのように厚い生地でございます、はいはい、これもなんかね、プリーズあるものを作ってもいいですね、うん、そうですね、小物製作におすすめです、はいはい、これ以前にも販売させていただきましたけど、フィンランドのものですね、はい、はい、左に、茶色なんですけど、これ何に見えますか皆さん、うん、林の中なんですね。林の中をちょっとこう抽象化したようなこうデザインで、ですからこうお部屋にこう飾っておくと、なんかね、こう遠くの方に林が見えるみたいな、そういう演出にいいです、はい、デザイナーの頭の中は分かりません、分かりませんね。こちらも以前ご紹介させてきましたフィンランドの、無名ですけども、はい、はい、いい紫色なんですね。この紫がね、ね、小物製作にはすごいおすすめです。おすすめです。はい、この秋冬はね、こう一見寒いようですけれども、こうベージュとかそういうものと重なっていただくと暖かみが出てくる祝いなんですよね。ね、はい、はい、ということで、雑用係さん、はい、今回は以上でしょうか。はい、以上になります。はい、ということで、今回は記事だけはね、そうですね、お届けいたします。結構点数をご用意させましたので、はい、はい、これから寒い冬、家の中でね、過ごすことが多いかなと思いますが、チク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 やるのも楽しいですよね。楽しいですね。はい、でね、これから急に寒くなったりしてね、うん、なんかちょっと風も流行ってるようで、雑用係さんもちょっと、そうです、ちょっと喉を痛めちゃいましたね。はい、いつもの美声が。病院行ってきましたけど、はい、ただの風邪でございました。はい、はい、ですので、ね、皆さんもね、気をつけてくださいね。はい、はい、それではどうぞよろしくお願いいたします。バイビー。皆さんこんにちは、タミコ店長です。もう11月に入ってだん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 寒くなりましたね。ところに西三田団地の方も、もう葉っぱがだいぶ黄色づいて秋らしくなってきましたよ。秋といえば、食欲の秋、読書の秋、行楽の秋、皆様どうやって過ごしますか？
もちろん私は食欲の秋でございます。はい、じゃあね、これからどんどん寒くなっていくので皆さんもお体気をつけてくださいね。それではまたね、バイバイ。